X 端末はコンピュータの一つ。XWindow システムの X プロトコルを用いた通信により、他のコンピュータ上で実行された X クライアントアプリケーションの実行結果を表示させる端末である。描画部分のみを実行するため、処理に負荷がかかる描画処理部分をハードウェア的に分離し、ホストをアプリケーションの処理に特化することで、 ホストの負荷を軽減できる。X 端末上で実行する X サーバは、X 端末上でファームウェアとして用意されている場合も、また、ホスト側から何らかの方法でダウンロードする方法も、ある。X 端末は、ホストと比べて、ハードディスクを持たず、かつ、メモリも、X サーバが動作するだけの容量さえあれば良いので、X ディスプレイマネージャーや、 X クライアントが動作するホストよりも大幅にコストが下げられるという利点があった。また、それ自身は管理のための情報をほとんど持たないため、複数台設置しても管理が容易になるという利点があった。しかし、ユニックスマシンの大幅なコストダウンや PC の普及により、専用の X 端末というハードウェアをわざわざ用意する必然性が減ってきたため、 最近では、ハードウェアとしての X 端末はあまり使われなく、なってきている。X 端末を使いたい場合には、PC 上での PCX サーバーソフトウェアを導入して実行させるか、あるいはフリーブーズドや Linux などのオペレーティングシステム上で X を動かす、あるいは Microsoft Windows で SIGWIN のようなユニックス互換システムから、 X サーバーを起動させる方法が取られている。ありがとうございます。